硬膜外麻酔とは、極所麻酔の一つ。硬膜外空に、極所麻酔薬やオピオイドを投与することにより、鎮痛を得るものである。単独あるいは脊髄、雲膜下麻酔、全身麻酔と併用される。手術中の鎮痛のほか、カテーテルを留置して、術後鎮痛に使用される。全身と顔面を除くすべての手術及び疼痛を取り除くために使われる。 特に手術後や分娩中の頭痛に対してよく使われる。妊娠後血圧症候群の軽質分娩の際には、除痛ではなく、血圧を下げる目的で、硬膜外麻酔を実施することがある。主に胸椎、腰椎でよく使われる。先子部は、ヤコビー腺や第7頸椎を基準に決定する。即外または、剤で膝を抱きかかえて、 背中を丸めさせ、トゲ突起感を拡大させた状態にして、選手を行う。硬膜外に、極所麻酔薬を注入して、薬の持続時間のみで終わる場合とかテーテルを入れて、針を抜き持続的に、極所麻酔薬を入れる場合とがある。トゲ管の中心部から侵入する、正中法と、正中より、側方から侵入する防成中法がある。 トゲト起キ間のスペースの広い腰部などでは、小中砲が、スペースの狭い上胸部などでは、防制中砲が、用いられることが多い。小中砲線支部位を決定したら、左手の四肢と中指で、トゲ状人体を固定する。その後、トゲ状人体状の中央で、トゲ間の中心に、局所新順麻酔を行う。麻酔が効いてきたら、右手で、 硬膜外バリを外じし、硬膜外バリのベーベルを、患者の等速に向け、皮膚にほぼ垂直に硬膜外バリを侵入する。防生中方高齢者、脊椎変形のある患者、胸椎中部での硬膜外麻酔を行う場合など、トゲ突起が重なり合い、生中からの硬膜外バリの進行が困難な場合には、良い適用である。目的のトゲ管の株トゲ突起を確認し、 トゲトッキの上部速報で、小中線の1から1 5トル速報を、始入点とする。脊中間の中心に向け、やや等速に針を進める。いくつかあるが、代表的なのは抵抗消失法、検定法、触感法である。肩、サバりから、極処麻酔薬を注入するとき、あるいはカテーテルを留置した後は、まず少量の極処麻酔薬を、 試験的に注入する。これにより、カテーテルが、くもなくしたく、あるいは血管内に銘乳していないか確認できる。注入前には吸引して、脳脊髄液や、血液の逆流がないことを確認する。テストドースには20万倍希釈アドレナリン入りの1.5から2%リドカイン、あるいはメピバカインを用いる。2分以内に、心拍数が20ビット PM 以上増加し、 血圧が上昇すれば血管内流置を疑う。速やかに感覚及び運動麻痺が出現したら、蜘蛛膜下空への注入を疑う。血圧低下、大きい、嘔吐、頭痛、硬膜外出血、高位麻酔、呼吸抑制、腰痛、血管内注入、局所麻酔薬中毒、麻酔薬アレルギー、下半身麻痺、直層硬膜外術後鎮痛法は、 硬膜外空に挿入されたカテーペルから薬物を投与することによって、疼痛管理を行う方法である。局所麻酔薬とオピオイドを単独で用いることもできるが、併用することが一般的である。両者の混合投与は、相乗的な鎮痛効果を発揮し、また副作用の発現を少なくすることも期待できる。薬物の投与方法には持続注入法と、 完結投与法があるが、これら二つを組み合わせて用いられることが多い。特に、患者自身が痛みに応じて自ら注入ポンプのボタンを押し、鎮痛薬を投与できる、患者自己調節鎮痛法は、患者自身が積極的に、疼痛対策に参加でき、鎮痛に対する満足度も高い。PCA ポンプを、硬膜外カテーテルに接続して、局所麻酔薬や、 麻薬の投与を行うプシアも広く用いられ、術後疼痛管理や、眼性疼痛管理に有用である。バックグラウンド投与、ベースとなる、一定量の持続投与。短回急速投与、患者が痛みを感じた時に、患者自身の判断でボタンを押して投与する。副作用発現の危険性を考慮して、投与量は少なめに設定されている。ありがとうございます。